今年の梅雨は、はい、全国的に梅雨入り梅雨明けの時期が、はい、平年よりも早いという予想だそうです。そうですね、そう言われてますね、うん、雨の量は関東では平年並み、関西では平年並みか多い、そういう可能性があるそうです。ああ多くなっちゃうんですね、うんうん、まあ、なんだか天気予報のようなオープニングとなりましたけれども違うんですよ、これゴスペルレディオステーションですね。そうですね、うん、まあ季節の移り変わり、梅雨の訪れなど今年はちょっと早めにね訪れてきます。そうですね、もう5月ぐらいからね梅雨入りしたところありましたからね、はい、そうなんです。で特に梅雨の時期に体調を崩される方も多いと思うんですよ、はい、人によってはね雨だと元気が出ない、やる気が出ない、外に出たくないというもうね、はい、そういう、まあ、心も体も天候に左右され傷つきやすくなる、落ち込みやすくなる方もおられるかもしれません、うん、そういうことありますね、はい、お天気悪くなるとね。そうなんです、うん、でね実はこういう症状には名前がついてるんですね、はい、名前があるんですか、はい、お天気のせいで、はい、まあ、やる気が出ないとか、はい、仕事に集中できないとか、はい、気持ちも塞がってしまいがちな症状を、はい、こう気象病というふうに言ったりするそうなんです。そうなんですか、はい、でもこの気象病ね、はい、ちょっとした心がけで改善していくことはできるんです。へ、例えば、はい、規則正しい生活、まあ、これちょっと僕難しいからもう例えばまあ規則正しい生活ね、はいはい、あとバランスの取れた食事、あこれダメだな僕もちょっとあとねもう一つ、はい、適度な運動、やばいわもうこれ全部苦手やん僕、どうしよう、まあ、でもねこれ心がけることで、はい、そうした心も体も天候に左右されにくくなりそうなんですよ、はい、美和子さんは天候に左右されやすいですか、はい、もしかしたらこう何ですか、低気圧が近くなってきた時に、うんうん、あの頭痛がするとかいうことがあるような気もします。なるほど、はい、規則正しい生活とかバランスの取れた食事、はい、適度な運動、これ大事みたいなので、はい、わかりました、これからも実践していきたいですね、やってみます、はい、でね、私は昔はこういうやっぱ天候に左右されていたんですけども、はい、今はあんまり左右されなくなったかなと自分では思ってるんですねそうなんだ、うん、いいですねまあ分かんないよ、他の人にはどう映ってるか分かんないよ実際はね、天候に関係なく子供みたいに元気だなみたいに思われてるかもしれませんけども、はい、まあ、天候の変化のせいで何もやる気が出ないとか、はい、家事や仕事に集中できないとか、はい、まあ、そんな症状があったとしてもね、はい、まあ、悲観的にならないで、はい、そういうこともあると、だからそういう自分を受け入れつつ、また同時に乗り越えられないものはないと信じていくこともやめないでいると、心の雨雲がですね、はい、心の、うん、風が静まって光が差してくるんだなっていうふうに私は思います。そうですね、ずっと雨降ってるわけじゃないですもんね。そうです、その通りです、うん、で私はね、気持ちが暗くなりそうな時にはゴスペルとか、はい、ワーシップソングとかを聞きます、はい、でゴスペルは世界のベストセラーバイブルからの言葉に音楽を乗せたものや、はい、心の深みに沈んでしまった自分をゴスペルの主人公ジーザスが引き上げてくださって、それがどんなにありがたいことなのか、心救われたことなのか、まあ、感謝の言葉で歌っているのがゴスペルなんです、はい、だからゴスペルは私の心や体に力や癒しを与えてくれる、そして希望を与えてくれるものなんですね。そうですね、季節の移り変わりや職場の移動とかあるじゃないですか、引っ越しとか、まあ、そう大変ですよね、うん、の転勤になる人とかもね、そうすると新しい生活も始まりますからね、まあ、どんな場面にも、うん、どんな状況にもゴスペルは私たちに前向きな力を与えてくれます、はい、だから私ゴスペル大好きなんです。私も大好きです、うん、もうゴスペル最高ですね最高です。